700万円以上を引き出した出し子2人を公開です。公開された画像はいわゆる出し子と呼ばれる現金の引き出し役が東京都内のコンビニの ATM から現金を引き出しているところを防犯カメラが捉えたものです。このうち20歳代とみられる男は今年6月、新宿区内のコンビニの ATM から振り込め詐欺の被害金およそ480万円を数回にわたって引き出していました。 30歳から40歳代とみられる男は今年8月杉並区内のコンビニの ATM からおよそ230万円を引き出していました今年1月から先月までの都内の振り込め詐欺の被害件数は1200件で被害金額はおよそ20億円に上っています